合わなかった、ごめんね、間に合わなかったです。そう、50分ぐらいからにしようかと思ったけど、あの終わる時にメール書けなくなるから、うん、どうしようと思って30分にしたら間に合わなかった、ごめんね。みんな見てね、うたこん見てください、本当に見てください、お願いします。さくは録画してあるので後で見ます。あの最初の方見てて、かほさんが可愛くて可愛くて可愛かった、本当に。だから皆さんも見てくださいね、お願いします。こんばんは、こんばんは、さく大好きだよ、大好きだよ、ありがとう、クラブになったよ、ありがとう、こんばんは、今日も可愛い、ありがとう、こんばんは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 、えへへ、こんばんは、予告、帝国通り20時半ぴったりだ、ぴったりぴったりです。こんばんは、さくの瞳にログイン、ありがとう、さくらぶになったよ、ありがとう、えへへ、カチューシャ、カワチカワチ、カワチカワチでしょ、これはファンの方にいただいたものです、ありがとう。こちらのお洋服もいただきました、ありがとうございます、大好き、ありがとう、かわいい、似合ってますか、こんばんに配信ありがとう、感謝感謝、ありがとう、さくちゃんかわいい、ありがとう、会えて嬉しかった、トーク会とありがとうね、さっきかわちかわちだね、ありがとう、久々に来られました、ありがとう、久しぶりだね、さくちゃん、さくちゃんだよ、さくらぶになってるよ、ありがとう、嬉しかった、会えてありがとう、トーク会ありがとう、こちらこそありがとうね、トーク会と通所会と劇場公演の3日間ありがとう、いっぱい会えて嬉しかった中です、ショールームマジでありがとうね、今日しか見れないんだよね、明日と明後日はね、今日やりましたよ、サクラブになったよ、ありがとう、サクラブになってね、なんだ、なんだろうこれ、チンパンジー、チンパンジーありがとう、初訪問です、こんばんは、ありがとう、昨日の劇場公演かわちかわちでした、ありがとうね、見つけたよ、見つけたの気づいた、いっぱい手振ったけど気づきました、杉村さんカチューシャかわかわち、杉本さんと混ざって混ざっちゃってますね、リータン、リータンと混ざっちゃってますけども、うーん、通所会もめっちゃ可愛かったよ、ありがとう、嬉しい、通所会もみんなね、あんまりねお話できない感じだったんだよね、あれはさっき知らなくてお話もできるやつだと思ったからびっくりしちゃったんだけど、でも嬉しかったです、お写真撮れてね、ちょっとだけお話もできて嬉しかった、泣いてたの、泣いてないよ、大丈夫、今日は泣いてないですよ、いいね、ありがとう、遅らした、そう今日のさっくんの晩ご飯が気になる、今日はなんだ、ブリの照り焼きとママのチョレギ、チョレギサラダ超美味しいんだよ、トーク、通所、公演3日間とも楽しかった、ありがとう、3日も会えて嬉しかったよ、さくちこんにちは、こんにちは、ありがとう、ラーメン部になったよ、ありがとう、録画してます、あもうね、ぜひ見てください、本当にごめんね、タコ見ながら配信見るよ、ありがとうね、
わちかわちありがとう。ねえ、あずさ、あずさくるみん、あずさくるみんになったでしょ。あれあれ録画してるから大丈夫、もう本当に見てくださいね、お願いします。作右衛門部になったよ、ありがとう。カチューシャかわいい、ありがとう、嬉しい。カチューシャ似合うってみんな言ってくれて嬉しい中です。私もあってます、ありがとうね。みんな昨日お見送りで指ハートに反応してくれてありがとう、ありがとう。こちらこそいっぱいアピールしてくれて嬉しかった、ありがとう。会いに行けなくてごめん、全然だよ。またね、いつか来れる時に会えたら嬉しいです。さっきも可愛いよ、ありがとう。昨日の公演桜坊かと、ね、本当に嬉しくて、本当になんか心強かったし、もう桜部しか勝ったんって思いましたね。なんかペンライトとかもピンク黄緑、本当に嬉しくて、ありがとうみんな。カチューシャがカワチカワチで、ありがとう。あ、人間の目と耳はなぜ2つあるのか、それは右でうたコン、左でサック配信を見るためだよ。ありがとう、ありがとうございます。どっちもね、お願いします。サクランブになってよ、ありがとう。昨日の声良かったよ、サクの声2回も入れて嬉しかったよ。こちらこそありがとう、嬉しかった。お見送りの時にもねバイバイできて嬉しかった、ありがとう。昨日の公演楽しかった、ありがとう、ありがとうね、いっぱい見えたよ、嬉しい。あー、トーク会でアクリルバンバン熱、ありがとう。あ、いっぱい熱かけたからね、本当に。そろそろね、ターン押しになってくれてもいいかなと思うんだけど、どうかな。今世紀中には桜部になる、あ、よろしくお願いします。今世紀中にぜひ。3日間お疲れ様です、お疲れ様です。可愛くて可愛くて仕方がなかった、サックが可愛くて、ありがとう、嬉しい、可愛い、ありがとう。昨日の公演でサック可愛かった、本当に、やったー、ハート100、ありがとう、ありがとう。サックの等身大パネル作ったよ、見た、ありがとう、すごい。でもハクちゃんがさ、すぐにあれだよね、わーってやってたよね、可愛らしいですわ、ありがとう、嬉しい。あれもネタ動画も見たよ、本当に面白すぎて、みんなで見た、ママもね、お姉ちゃんもパパも一緒に見て大爆笑でしたわ、ありがとう。今日の服はどんな、ワンピースだよ今日も。プレゼントでいただいてありがとうございます。お手紙もね届いて、どんどん届いていて嬉しい、ありがとう。サックのアメブロ楽しいね、本当に、いっぱい読んでください。今日の服は秋らしいね、秋っぽい、確かに。サックちゃんこんばん、こんばんは、ありがとうね。こんばん、サック、サイン写真に書いてあった通り、これからも桜餅で頑張るよ、ありがとう。ゆねちゃんのサイン、ゆねちゃんにサックのサイン見せたらびっくりしてたよ、本当に、本当かな、サックのね圧は伝わったかな。うん、腕のゴムはもういただきもの、あ、これは装備品です。サクちゃんが一番可愛い、ありがとう。昨日の公演見てたけど、くるみはさっくんのお姉ちゃんなの、本当にそうだよね。もうくるみにはいつも助けられています、本当に。もうね、くるみはやっぱり落ち着きがあって、本当にね見習っています。やっぱりくるみは先輩感がありますね、いろいろ教えてもらったりお世話をしてもらったりすることが多くて、ありがとう。日曜の通信と言ったよ、可愛すぎてメロメロでハートを奪われた、ありがとう、嬉しい。
さくはファンのものでできている、そうです、本当にさくらぶのおかげでもうさくはできているので、よろしくお願いします。これからも先週といいさくさんに感謝しかないよ。感謝感謝ありがとう。アバターさくのに変えました。これでさくらぶやった、さくらぶだね、ありがとう。僕はノーマークでお願いします。いや、しっかりマークしていますのでね、見てるよ、ありがとうね。ガシコンで目の前通ってから気になってました、小声ありがとう。もっとね気になってください、いっぱいで好きになってね。ツーショット写真待ち受けにした、職場仲間が見て可愛い可愛いとメラメラ、嬉しい。みんなもねログインしに来てもらってお願いします。サクのモバメ楽しいね、本当に嬉しい。今日も安定のカワチやね、ありがとう。会えていっぱい会えて嬉しかったよ、大好きだよ。焼き芋ありがとう。通称の写真は全て見れてるの、どれも可愛いよね、もう本当に嬉しい。いっぱいね見てますよ、みんなあげてくれてありがとうね。レインボースターありがとう。サク好きありがとう。くるみんにサクバレしましたぜ、バレた？だってさ、ツイッターのさあのねプロフィールのところにサクの名前も追加されてて嬉しい、ありがとう。いろんなことの写メあげてすまちすまち、ちょっとね許すかどうかはまた考えます。ピンクサックと違ってまたいい、本当にやった、これがねピンクだから今日は黒で昨日の公演楽しかった、ありがとうね、嬉しい、ありがとう。サクサクっと今日もサクサクっといきましょう。ツーショット会で適度な圧をありがとうありがとう、こちらこそ会いに来てくれてありがとうね、しっかり覚えてましたよ今夜も激かわちかわちありがとう。え、うたこん、見たい見たいよね、みんなみんな見てください。あ、でもちょっと時差があるからもうみんな見てますかね、もういいね、いい感じ、いいな。サクラブサクラブ3デイズ楽しかった、昨日はサクラブ祭りだったね、サクラブ祭り最高ありがとう。ツーショットの写真待ち受けにしたよ、ありがとう。みんな待ち受けにしてね、待ち受けにしよう、サクでよろしくね。明日も大丈夫になった、本当に、わ初めて見に来れた、あ、ありがとう。メール返信もいつもありがとうね、昨日公演もありがとう、気づいたよ、嬉しかった、ありがとう。うん、公演魂は言ったけど気づいてくれた、気づいたよ、パワーをもらいました、ありがとうね。ツーショット会でサクに初めましてできて楽しかった、ありがとう、嬉しい中ですわ、ありがとうね。サクラブになったよ、ありがとう。昨日劇場で初サクでした、可愛かった、ありがとう、嬉しい、いっぱい褒めてくれて嬉しいです。サクのツーショット会は何回も行ったら怖いやつ沼っちゃう、沼ろうね沼っていこうね、今日も可愛い、ありがとう。3枚分ならトークもできればいいね、でもサクは結構ギリギリまで話せたかなと思います。どう、サインありがとうございました、ありがとうございました、こちらこそありがとうね。泣きのサク泣きです、サク3日間ありがとうね、ありがとうね、こちらこそありがとう。あ、お手紙届いたよ、ありがとうね、嬉しい。あんずちゃんを支えてあげて、もうあんずちゃんにはもう本当に支えられてばっかりなんですよ、さくは
いつも作が困った時にいつも頼ってしまうんですよね。昨日の配信でなんか作はの一番はメールが一番みたいな言ってくれてて、だけど本当にそんなことなくて、メールはなんだろう、その才能とかじゃないじゃん。なんかさ、もう積み重ねてやってきたものじゃなくて、なんか言ってしまえば今からでもなんだろう、なんかいっぱい送ろうと思えばさできることじゃん。だけどさ、なんかさくはあんずちゃんの一番のなんだすごいって思う、一番だと思うところはなんか見せ方がすごいなってめっちゃ尊敬してて、なんかダンスの見せ方とかもそうだし、なんだろう、角度とかもうすごい上手くて、見せ方が、あとポーズ、撮影の時のポーズとかもなんだろう、もう本当に自分のいい部分を分かってる、ポーズの取り方とかもすごく上手で、そういうところをなんかサッカーいっぱい見てきて、なんかダンスとかもあんずちゃんのなんだろう、なんかわかる？あんずちゃんのさ、ダンスの見せ方っていうか、なんだろう、手の角度とか体の角度とかさ、一つ一つがさ、何こだわってる感じがして、そこはもう何回もあんずちゃんになりたいって思ったし、そうトークとかもさ、なんかサクは盛り上げれないけどあんずちゃんは盛り上げれるじゃん。なんだろう、いっぱい広げられるし、率先して喋れるし、めっちゃ尊敬してるの。もう何回もあんずちゃんになりたいって思ったことあるから、なんかあんずちゃんがなんかそうやって思ってるのはびっくりしたし、なんかサクもそれで悩んだこといっぱいあるし、なんかサクの一番は何もないなって思うし、ダンスもできないし、歌も下手だし、見せ方も下手だし、なんか表現力がないからみんなに伝わってるかわかんないけど、さあサクも思うんだよね。だからあんずちゃんがそうやって思ってるって思わなくて、あんずちゃんにいっぱい相談しちゃってたから、だけどあんずちゃんは優しいから、なんかサクはいっぱいあんずちゃんに相談しちゃって、いつもなんか笑顔で守ってくれるから、サクもあんずちゃんをなんか助けたいなって、お互い助け合いっこしたいなってね思ったから、そうあんずちゃんに直接言ったらさ絶対泣くからと思って、なんか配信で言っちゃったんだけど泣いちゃったからごめんねごめんね。そうさっきも同じことで悩んでたけど、なんか落ち込んでることとか悩んでることは言ったらなんかファンの方が心配しちゃうし、困ると思うから、なんかあんまり言わない方がいいよってママに言われてて、だからずっと何も言わなかったけど本当は思ってるからね、いっぱい相談し合おうね、あんずちゃんよろしくね。ごめんね泣いちゃって。そうさっきも同じこと思ってたからさ、なんかねびっくりした。ありがとう。公園ではみくるさんと写真撮れましたか？撮れましたんです、嬉しい本当に。ミラーボールありがとう、ありがとうね。サクだけって伝わったかな？伝わったよ、ありがとうね。2番じゃなくて1番がね、ありがとうね。昨日もプレゼントとか受け取れたのかな？そう昨日受け取りました、このお洋服とカチューシャをいただいて、お手紙も受け取りました、いっぱいありがとうね。
さくはお手紙を読むと本当に幸せになって、メール返信も嬉しくて、さくらぶがいないと生きていけないのでよろしくお願いします。さくっぴーに会いに行きましたが全員かわちかわち嬉しい、会えて嬉しかったね。缶バッジもいっぱいつけてくれて嬉しい、ありがとうね。ニューエイジャー TikTok 見たかな。チンパンジーありがとう。待ち受けにしたら危ない人と思われそう、制服は危険だ、そういうこと。大丈夫だよ、自信を持ってさっくーさん、さくらぶ祭りありがとう。ありがとう、こちらこそ、いっぱい見えたよ、ありがとう。ツーショット自分の顔だけ切り取りました。自分の顔切り取っちゃったのなんで切り取らないでそのままにして。日曜日にグループトーク会で初めて会いに行ったけど、次会えるの来年です、楽しみにしておきます。楽しみ、ありがとうね。グループトークやっぱり先輩メンバーに思いっきりやられたよね。そんなことないよ、そんなことないですよ、本当に優しかった、嬉しかった。ツーショット会と昨日の公演楽しかったよ、ありがとうね、嬉しかった、会えてすごいね。公演も来てくれてありがとう、見えて嬉しかったです。グループトーク会でさっくんに会いに来たのに、なぜか井田さんと入江千島さんの方が多く話してしまった。本当にたくさんお話ししてくださって、もうさくはなかなか喋れないのでいっぱいお話を振ってくれたりもして優しかったです。気づいてくれてたの嬉しい、好き、気づいたよ、もちろん嬉しかった、ありがとうね。他の子よりいっぱい話せて、やった。サメ取るまで引っ張った方が良さそうに見えました。あ、そうなのかな、なんか取った後に喋るのかと思ってた。ああそういう感じは次からそうしますえ、グループトーク会トラウマになりそう、え、ごめんね、さくがねもうちょっと頑張って話したらよかったんだけど、なんかね不思議な感じになっちゃったよね、ごめんね。かわいい、ありがとう。昨日の劇場定点で見てたけど、初日よりもパフォーマンスは格段に良くなってたと感じたよ。本当にありがとう、嬉しい。結構ね間違えちゃって、これもママに言うなって言われたんだけど間違えちゃって、そう結構ね、そこは引きずるタイプだからやばいやばいずっと思ってたんだけど、もうね次は絶対失敗しないので頑張ります。だから会いに来てね、可愛いですね、ありがとう純喜生の番長、アンズ番長です、本当に可愛い、ありがとう。昨日見てたけど自分の一番はなかなか気づけないものだよね、どうしても周りがよく見えちゃう。そう、なんかね周りとやっぱり比べちゃうから、難しいですね。公演デビューは達成したから次はアンダーデビューだね。そうです、頑張ります。あんずちゃん見せ方と表情がすごい、そう本当に、なんかレッスンの時とかもあんずちゃんを近くで見てて、やっぱあんずちゃんのなんかなんだ見せ方、ダンスの見せ方が本当に好きで、あんずちゃんみたいなダンスを踊れるようになりたいなってもう本当に何回も思っているので本当に尊敬しています。
クアザーズの歌ですか。ニャンズです、ニャンズですよ。アザーズは小さいのに大きく見せるのうまいよね。そうそうなんだよね、なんか華やかパワフルな感じがします。アンズちゃんのことめっちゃ好きじゃん。大好きだよ本当に。さっくメンバー褒める MC もできる。いっぱい褒める、自分以外だったらいっぱいあの褒めるのできると思う。いっぱい見てるから絶対できます。そうアンズちゃんは本当にねすごいんですよ。もうね、いつもサクをお世話してくれて支えてくれるんです。ありがとう、ちゃんと伝わってる？ありがとう。これが話したら話し出したら止まらないサクがね。え、でもそんなことないんだよ本当はね、そんなことないんだよ。たまにね、たまにこうなるの。尊い、ありがとう。これからも相談していいんだよ。アンズちゃんは大丈夫。アンズちゃんにといっぱい相談し合いっこしたいと思います。僕はステージで輝ける子だと思う。初見ね、見で悪いけどありがとうね。頑張ります、ステージでもいっぱい輝けるように。アズアズに感謝です本当に。尊い、ありがとう。いい関係性本当に。おいらがアンズちゃんに伝えておきます。お願いします、アンズちゃん、お願いします。アズサクコンビ一番嬉しい。直接言わない、言うと泣いちゃうって思ったからこいつここで言っちゃったんだけど、やっぱり泣いちゃう。昨日の公演でもめちゃめちゃ気持ち伝わってる本当に、ありがとう。もっとファンに甘えていいよ。いいの本当に。よくもさっくよくもある子も目立つ舞台映えする。本当に舞台映え、舞台映えってどんなだろう。サックさん、あ、ありがとうね、ありがとう、大切にすります、ありがとうね。応援してくれる人がいるってことはサックさんにいいところがたくさんあるってことよ。ありがとう、サクラブ、サクラブしかかった。ミラーボールありがとう。頑張った、頑張ったの、なんだろう、カプセルありがとう、ありがとうね。姫って呼んでくれてありがとうね。すごいね、みんな先輩方がね、サーヤさんとレオナさんがあのトーク会の時になんか私も姫扱いされたいなってずっと言ってた。本当にね、さくのなんかサクラブの方はサクにのことが本当に大好きなんだねってあの言ってくださって嬉しかった。トナカイ、あ、そういうこと、お花、お花が真っ赤になってるからトナカイ。
泣いたの見てないから心配しないで。見てないよね。前2回目、1回目よりも成長を感じられて感動して、本当にありがとう。尊い、ありがとう。ニュージーランドから愛を込めてごめんなさい、ありがとう。すごい、そうだよね、海外に行くんだよね。ありがとう、見てくれて。ぜひね、メール返信したことない？メール返信、忙しくなけ、忙しいと思うけど、なんかしたいなって思った時にお願いします。私もサクいないと生きていけない。嬉しい。サクはもうクラブがいないと無理だね。一緒だね。缶バッジ覚えてた。いっぱいつけてくれてすごっと思ったもん。嬉しかった。最高最高、ありがとう。すごい、ありがとう。キラキラだね。ありがとうね。嬉しかったちゅうですわ。いっぱい会えてね。あれ、公園もしっかり見つけましたのでね気づいた？しっかり見つけましたよ。ありがとう。ツイッターに上がってるツーショットの写真はもちろんチェックしました。ありがとうみんな。等身大パネルサクさん中だよ。ありがとう。嬉しすぎる。こちらこそ嬉しすぎる。ありがとう。カチューシャもワンピースも山村さくらちゃんもありがとうね。お手紙も読んだよ。ありがとう。今日もパトロールはバッチリバッチリ。サックのトレカ地引きしたの遠くから伝えようとして話し忘れちゃったね。そうなんだよね。メール返信で気づいてええー、と思って。サックは知ってたらすごいわーってなってたけどね、忘れちゃったんだよねありがとう、ゲットしてくれて。サック愛が届きましたね、トリカにも。今度ツーショット会初めて行けるから楽しみだの。お、どんなポーズするかな、どんなポーズしようかね。くもあんずちゃんも大好きや大好きや。3日間本当に幸せだったよ。本当に幸せにできましたか、サクラブを。サクはよかったよかった。ももたんは、ももたんさんは本当に優しいんですよ。もうなんか外資コンサートのリハーサルの時に、サクが誕生日がそのリハーサルの日だったんですけど、その時になんかお誕生日プレゼントでサンリオのお菓子をくださって、メッセージも書いてくださって、で年一緒だよねっていうお話してくださって、でそこからなんか次の日かなぐらいに、なんかサクからお話ししに行ったら、なんかサクの服の系統がめっちゃ好きなんだよねって教えてくださって、なんかたくさんいろいろお話ししてくださって、本当に嬉しかったし、可愛いし大好きです。先輩にやられたのは俺なんかね、すごい仲良しって感じだったね。ね、初めてのトーク会でやっちまった出来事なんだろう。あ、最初のさ、トーク会のブースあるじゃん、あそこに行った時になんか横に椅子が置いてあって、でなんか机もあって、で机の前でやるのかなって思って、で椅子に座らなきゃいけないのかなって思って、なんかそこら辺はずっとさまよってて、でなんか机の前の方に立ってたら、あ、場所違いますってスタッフさんに教えてもらって、でその場所を間違えたっていう
ね、やっちまった出来事です。頻繁には会いに行けないけど、サクに認知されるまで頑張ります。ありがとう、嬉しいね、やっと会えて嬉しかったよ、ありがとうね、かわいい、ありがとう。今日もスクショタイムしてください。撮れた？ファンよかったよ。また感想は遠くからで伝えるね。やった、ありがとう。僕は正直でいい子だ。正直に正直に話していいのかなっていう思う時があるんですよね。やっぱりなんかママはなんかファンの人に心配をかけたらダメだっていう、あの言うの、いつもね。なんかサックが落ち込んでるとか気にしてるのを言ったら心配させちゃうから、それはダメだよって言って、なんかあんまり言えないから、なんか言っていいのかなって思う時もあるけどね、またちょっと相談しちゃうかもしれないけど許してね。間違えても次頑張ればいいさ。これからこれから、ありがとう、頑張ります。今日はまだ食べてないけど毎日の冷やしぶりと美味しい。嘘だ、温めた方がいいって言ったくせに温めるより絶対冷たい方が美味しいんだよ、本当に。だけどなんかね、冷たいのはやばいらしいから、やばいってあの教えてもらったから温めて食べようって思うんだけど、やっぱり冷たいのが美味しいなって思っちゃって、どうしようもないですね。でもキーマカレー売ってなくない？もうなくなっちゃうのかな。もうタコミートにさ、タコミート中心になっちゃうよって感じなんだけど。はじめまして、フォローしたよ、ありがとう。全部伸びしろだから、失敗をされずに楽しんで、楽しみます。トークツーショット撮影会楽しかった、初めて近くで見れた、ありがとう。お名前、あ、お名前さ、うんってなっちゃってごめんね、ありがとう、嬉しかった。劇場公演楽しかった、気づいてくれてありがとう、いつも楽しませてくれてありがとう、こちらこそありがとうね。なんかずっと楽しそうに見てくれて嬉しかった。生サックめっちゃ可愛くてびっくりした、本当に嬉しい、やった。昨日はサクッピーの応援をさせてもらいました、ありがとうございます。幕張で会えるの楽しみにしてるね、楽しみだよ本当にね。いっぱいあれだよね、お勉強とか大変だと思うけど頑張ろうね一緒に。周りと比べちゃうの分かる、毎日のように泣いちゃう。あー、そうなんだね、うん、分かる。サクもね、いっぱいね、毎日のようになんかそのサクは愛護さをめっちゃするから、なんだろう、いっぱいさ分かることも、嬉しいことも分かるし、なんかいろんなことが分かっちゃうから、そう比べることもあるんだけど、そういう時はやっぱりね、サクの配信を見て元気になってくれたら嬉しいですね。いっぱいなんか、サクはみんなみたいにいっぱい配信できないけど、できる限り配信をねやってみんなとお話ししたいなって思うので、よろしくお願いします。ママに言うなって言われても言っちゃうタイプなんだねそうなんだよ、ママにこれだやっちゃダメって言われてもやっちゃうから、そう、それで怒られる時もあるけど、まあそれはしょうがないね。間違えててもサッカー舞台で輝きがあるよね、本当に嬉しい。もうここにいっぱいキラキラをつけて輝く風に見せてるだけなんですけども、本当にここだけ輝かさして、ちょっとキラキラーとジャイアンな感じが、ジャイアンって言われた、くるみちゃんにさ、なんかさくらちゃんの前髪今日はジャイアンだねって言われた
昨日の公演の時になんかね、そう踊った後に汗がやばくて、そうすごかったらしい、もうチリチリだったらしい。自分も褒めてあげてくださいねって。でもわかんないの、なんか何を褒めたらいいかわかんない、そのいいところが見つからないの、わかんない。さっきお久しぶりです、お久しぶりです、ありがとう。さっくを褒める MC いつでもやるよ、お願いします、いっぱいいっぱいお願いします。あずちゃんもさっくもキョッピーもみんなすごい、みんな大好き、ありがとう。昨日のご飯はさっくとご飯にあげてみましたぜ。大仏、大物、大物でした。おー、ありがとうね、いっぱいさっくとご飯してくれて。他の子行ったらナックになるようが身近に感じた。本当にしっかり圧感じましたかね。あんずちゃん配信見てたよ、伝わって本当によかった。あんずちゃん、あんずちゃん一緒に頑張ろうね。サックは自分に厳しいから自分を責めてしまうから、その分俺らがサックを褒めまくる、ありがとうね。桜部のがサックの生きがいだから、よろしくお願いします。これからもずっとずっと舞台上のサックの笑顔は輝いてるよ、本当に。やった、作業終わった、遅れましたがツーショット会ありがとうございました、ありがとうね、嬉しかった、会えて。優しいサックさんをみんながもっと好きになるぞ、好きになってね。会うたびどんどんサックさんは輝き増してますよ、本当に本当にありがとう、嬉しい、届いて嬉ちゅ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 、ありがとう。昨日の公園桜部総会田舎出てるのかと思うくらい桜部多かったよね、嬉しかった。本当にピンクと黄緑のペンライトもあのうちわとかも本当に嬉しかったし、なんか桜部の方のお顔が見れて嬉しかった、ありがとうね。お手紙ありがとう。グループトーク会もついつい顔出して割と自爆したのは内緒。自爆したの？あれは。ありがとう、いっぱい会いに来てくれて嬉しかった。また11月3日に会いに行くね、ありがとう、待ってるね。やった、はじめまして、こんばんは。こんばんは、山村さくらちゃんです。え、冷たいブリトーハマりました？ほら、美味しいよね。やっぱりさっきも冷たいブリトーしか勝たんなんだよね。だけどなんかお腹壊しちゃうらしいので、情報、桜部情報によるとね、だから気をつけようね。さっきはまだなったことないから、お腹壊したことないから大丈夫多分。昨日は会えて嬉しかった、お見送りの時覚えててくれてチュだよ、ありがとう。もうもちろん覚えてますよ。ありがとうね、本当にステージから見えた時はもうあーと思って嬉しかった、ありがとう。サックのポスター地引きしてめっちゃ嬉しかった、その場で飛び跳ねちゃった、かわいい。ありがとう、ポスターもねゲットしてくれた方ありがとうございます。グッズもね、ホルダーとかあのトレカとかなんだっけ、あの11期のグッズとかファイルのやつとかね、いっぱいありがとうございます、ゲットしてくださった方。トーク会の大半は圧だった、だって圧かけないとさすぐどっか行っちゃうもん、本当にダメだよ、わかった。まあ、管理の通所会も遠征していくからよろしく、ありがとう、やった嬉しい。何々中は口癖、作語かわいい、そう口癖、
笑顔本当に可愛い、好きです、ありがとう。もうね、笑ったらいいことがあるので、いっぱい笑っとこうね。昨日の公演は DMM で見ました、サック最高でした、本当にありがとう、ありがとう。本番は可愛い、ありがとう、やった。サック好きですよねって、昔からの仲間からいろんなグッズもらって、もうほら、サク認知じゃん、サクの人認知じゃんね、やっぱりそういうことなんだよ。本当にバブちゃんで可愛い、バブちゃんなの、サクはバブちゃんなのね。そう、メール返信でもさ、バブちゃんだ、バブちゃんってめっちゃ言ってくれるけど、バブちゃんなんですかね。うん、女性比率の高さに驚いている、うん、本当に嬉しいの、ありがとう。11期で一番仲がいいのはサクちゃんだって言ってた。え、ももたんさん、え、嬉しい、感動、嬉しい、会いたい、今すぐに会いたい。ももたんさんはなんか本当に明るいっていう感じで、本当にももたんさんとお話しするときは本当になんか楽しくて、明るくなって、なんだろう、存在が楽しいっていうか明るい、本当になんか一緒にいたい方ですそう、同い年なんですよ、嬉しい、本当に。レインボースター、ありがとう、おとといもありがとうとご家族にお伝えください、ありがとう。そうだね、そう、ママたちも来てたんですよ。そう、アナさんも同い年で嬉しいの、たくさんあのアナさんにも相談聞いてもらっちゃって、もうありがとうございます。あんずちゃんがサックを悲しませてごめんね、だって、え、なんで、悲しんでないよ、全然悲しんでないよ。だからなんかサックと一緒に、え、なんかそのなんだろう、ごめんね、なんか違うよ、あんずちゃんにいっぱい頼っちゃってるから、なんかサクにも頼ってほしいなっていうことだよ。だから一緒に相談し合いっこしようね、ファイト、ありがとう。最初の幕張であまり会話弾まなかった記憶が、もう本当に緊張してて、幕張の最初の時に、もうみんなどう思うんだろうって思って、なんかサクのことどう思ってるんだろうって思って、最初はあんまり、なんだろう、そういうなんかさ、あの初お披露目の次の日だったじゃん、お披露目ステージの次の日だったから、本当になんか、みんなどう思ってんだろうと思って、なんかパフォーマンスやばかったかなとか、そういうのめっちゃ気にして、すっごい緊張してたんですよ、ごめんね。うん、衣装見せてもらえるって聞いたら、2段階で後ろに下がってくれて、めっちゃ可愛かった、見えた、見えましたかね、あれは。なんか1回目見えなさそうだったから、本当にごめんね、なかなか難しいよね。でも回ったのはやっぱりいいんじゃないね、後ろも見えちゃうからね。例に来て戸惑ってる姿がかわちかわちでした、本当に、もう本当になんかね、スタッフさんにたくさん助けられてしまって、本当にありがとうございます。さくちゃん不足ですね、もうさくも桜部不足なんですよ。なんかさ、やっぱりさ、いっぱい3日間桜部と会ってると、なんかさ、いっぱい会えて嬉しい気持ちと、その次の日に会えない寂しさが、なんかめっちゃでかいよね、本当に。なんか違和感、さくに、あとは顔バレしたら完全認知かな。顔バレって、顔バレ、顔バレってマスクなしってこと？顔はもう
バレたくない？ん？マスクなしってことかな。スタッフのお姉さんに計画的に買ってくださいねって言われたから初めて参加したんですって言っといた。え？そんなこと言われたの？え？嘘じゃん。初めて参加は嘘じゃん。いいんだよ、もうもっと自信持ってね、自信持ってガツンと行こう。スショット会のツイートに一番いいにしてくれたのさきさんでした。え？めっちゃ見てるでしょ、本当に。どんどん頼ってください、ありがとう。やっぱ冷たいんだな。冷たい美味しいよね。溜め込むなら言えばいいし、トーク会でも言っていいよ。世話話しかしないから、ありがとう。夕食ブリトーにした。キーマカレー確かになかった。ないよね、困り中です。夢に全力のサクさんを冷たいブリトーしか食えない。なんで冷たいブリトー、そう違うじゃん、あったかいブリトーの方が美味しいって言ったんでしょ。聞きましたんですけどね、温めた方が美味しいってさ、みんな口を揃えて言うんだから、絶対冷たい方が美味しいのに。経験者の先輩とかさきぽんさんに相談してみるのもいいかもね。ありがとう、本当にね、ありがとう。ひよって温めてしまった？温めないの、そういう時はね。え、さくもさ、なんでさ、みんななんかなんどういうこと？と思って、なんでひよってんの？って思ったらさ、あの店員さんに聞かれるんだね、温めますかって。さくは聞かれたことなかったから、なんかもう店員さんも分かってるのかな、さくはこの人は温めない人だって、温めない顔だって思われてるのかな、よく分かんないけど、なんか聞かれなかったからさ、ずっと。だからなんでひよるの？って思ってたんだけど、この前初めてなんかいつもと違う店員さんで温めますかって聞かれて、あ、そういうことかと思って、もちろん断りましたけどもね。だから全然断っていこうね。うま、ありがとう。レインボースター、ありがとう。いいね、ありがとう。クマ、ありがクマ、ありがとう、ありがとうね。いっぱい会えて嬉しかったよね。お決まりの挨拶も決まりましたので、これからいっぱい会えたら嬉しいです。ありがとう。レインボースター、ありがとう。もみじ狩りに行きたい人生。もみじって枯れるの？すごいじゃん。はじめまして。え、ブリトね、タコミート美味しいよね、結構。そうなんだよ。次回からも気配をしっかり消して、こっそり公園に伺います。消さないで、もうしっかりね、サクラブだよってアピールしてください。体冷えちゃうから、これからの季節は温めないと。そういう問題なの？え、冷たい方が好きだもん。さっくんの角出なくて泣いてました。あら、出なかった？それはかなちかなちだね。タコ、ありがとう。花束、ありがとう。ゆねちゃんがさっくんそんなに圧かけるのってびっくりしてた。本当にそうなんですわ、ゆねちゃん。さくはもう熱なんでね、よろしくお願いします。さくのホルダー手に入れたけど、トーク会の後になっちゃった。汗遅刻したから。あら、そうだよね、そうだったね。遅刻しないように気をつけてください、本当に。さんのチケットホルダーは本当に気に入ってる。本当に嬉しい。ずっとね、連れて歩いてね、さくのこと。置いてったらダメだよ。キョピコもクルミもゆうねちゃんも圧かけてきてるよね。見た？だけどやっぱりさくがいいなって思った。さくの圧がいいなって思った。
そうだよね。ダメだよ、紙片しちゃが可愛かったよ。全部ひらがななの。ひらがなっぽい喋りなの。サクはサクホルダー早速連れ回してるよ。え、最高、最高のサクラブだ。ありがとう。幕張ではバイもサクを笑顔にしたい。嬉しい。もうね、いっぱいお話ししようね。最近愛知に住みたい人です。愛知はいいところですよ本当に。ご飯の味が結構濃いめの味付けで本当に幸せ空間です。さくはそのずっと小さい時からママもおばあちゃんも濃い味付けでもう超濃いから、名古屋はぴったり、さくにぴったりの場所。うん、ハート100ありがとう、ありがとうね。19日当たったら会いに行く。やった、うん、ピンク黄緑振ってくれますかね当たったらちなみに昨日ミキちゃんがさっくアイドルオーラがにじみ出てると言ってましたよ。本当に嬉しい。ミキさんにも昨日アドバイスいただきたいですってあのお話ししに行かせてもらったんですけど、したらなんかねアドバイスをくださって、でもこういうところもいいところだから自信持ってねっていうのも言ってくださって、本当に本当に嬉しかった。ありがとうございますミキさん、これからもよろしくお願いします。サキラブになったよとリアルでつぶやいてすいませんなんでなんでですか。酔っ払って愛のある返信したのは忘れて、忘れないですよ。しっかりスクショして収めていますのでね。そうだよ、もうスクショしちゃったからね、消えないからね、よろしくね。もう忘れないからさくは言ったからね。さくが一番可愛いよ、ありがとう。一番だよね、本当に一番だよね。くるみやりーちゃんより年下に見える、かっこ褒め言葉よかった褒め言葉で。本当にくるみもりーたんも大人っぽくて、なんだろう、冷静真面目で落ち着きがあって、本当に年下には思えないぐらいサクを支えてくれています。本当にありがとうございます。いつも存在がカワチカワチなのがサックです。やったー、ありがとう。そうママたちいました。レインボースターありがとう。次回幕張では俺の分でたくさん休憩できるはずだから、会いたかった、本当に会いたかったよ。休憩はいらないから会いたかったレインボースターありがとう。なんだろうこれ、ネズミ、ネズミかな、コウモリか、ネズミかコウモリ、ありがとう。今回の愛知リラックス、本当よかった。お昼間は行けたけど幕張も行きたかった。また会おうね、いっぱい。制服サックが好きすぎてツーショット写真撮れてよかった。やったやったね、待ち受けにしてね背伸びしても見えなかった、でも2回目で見えてめっちゃ可愛かった。イヤリングも似合ってた、ありがとう、よかった。もう一回下がってよかった。最後のトークの時に可愛いポーズしてってめちゃびりしてごめんね、かわちかわちだったよ、ね、ありがとうね本当にね。あの We Are の公演の好きな曲のやつ近かったんだよね、そうびっくりしちゃった後でツイッター見てさ、あ、おそうだったんだと思って寂しがり屋さく、本当に寂しがり屋なのでね、
もういっぱいメールで、あの桜部に寂しい時とかはいっぱい送っちゃうから、いっぱい返信でね答えてね、サックに会えて泣きそうになった。本当に嬉しい、ありがとうね、やっと会えて嬉しかった。そういえば幕張の時、幕張の初サックの時名前聞かれた、本名で答えました。本名だった、え、そうなの、それはまた教えてね。え、31分、待って、メール書けなくなる、ま、ちょっと急ぎます、結構急ぎます。サックと見つめ合うのとキョッピーで筆が書き合うやつ、マジで緊張した。本当に緊張した、本当かな。5時あったら買うだけ、買う予定だけど、トークと通所だったらどっちおすすめ。なんかなんだろうな、通所は形に残したいとか、その思い出を見返したいっていう方はやっぱり通所とかの方が、後から何回も見返せるし、待ち受けとかにもできるしいいなって思うし、トークだったらその喋れる時間やっぱ長いから、なんかサクと仲良くなれちゃういっぱいおしゃべりできて、なんだろう、いろいろ、形には残らないけど、その内容的には濃い思い出が作れるかなっていう感じはします。どっちもおすすめだから、サクも迷っちゃうわ。それはね、難しいよね選ぶの。いっぱいちょっとおすすめポイントは紹介したので選んでくれたら嬉しいです、お願いします。スタッフのお姉さん可愛かった、なんで、え、なんでスタッフのお姉さん見た、サクのことをずっと見ててね、そういう時はね。あ、世間話ね、世間話、お子ちゃまだから熱いの食べれないんでしょ。こんなことないよ、お子ちゃまでも熱いの食べれちゃうからね、まあ、結構猫舌なんだけどね、それはお子ちゃまとは言わないよね。こんばんは、仕事終わりできました、ありがとう、いっぱいメール返信嬉しい、ありがとうね。温めてるのバレてて腐って、見てるからね、温めてるか冷まして食べてるかもう見てるから。焼き芋ありがとう、冷たいの美味しいよね。決めない顔、あ、温めない顔、温めない顔してください、温めない顔、こういう顔、冷めてる顔だよね。聞かれたから温めた、いやダメだよ、断らないと、そこは大丈夫ですって言って冷たいまま食べてね、本当に美味しい。今まで温めてなくてよかった、本当に本当か、それは違うでしょ、もうちゃんと冷えたまま食べて、しっかり、本当に美味しいからね。店員さんお家で温めてると思ってるのかな、え、そうなのかな、あ、待って、もうやだ35分時間なくなるよ。ランキングそろそろじゃあ読みますね、待って、かわいい、ありがとう、マジかわいい、ありがとう、ネズミかコウモリありがとう。え、もみじ狩りってもみじを見に行くことなの、え、そうだよね、もみじ狩るんだって思っちゃった、なるほどね、もみじ狩り行きたいね、三色団子食べるやつだよね、いいじゃん、遅刻すいませんでした、次から気をつけてくださいね。え、美味しくない、チョコアイス
濃すぎて鼻血出そうになった。本当にめっちゃ美味しかったよ。かなちかなちは作語ですね。レインボースターありがとう。ひらがなの似合う話し方というか、ひらなに、あつにも個性がある。本当ひらがなっぽい話し方なの。一番作圧がいいです。本当だよね。ほらもう言ったからね今。え、学校のロッカーにサイン入れて癒されてる。やった、本当に入れてくれたの嬉しい。赤味噌だよ、もちろん。焼き芋ありがとう。可愛すぎて早く会ってお話ししたい。お話ししようね、いつか。お願いね、お願いします。会おうね。めっちゃ可愛かった、本当に嬉しい。メンバーしたお腹の人喜んでたよね。そう、プロフィール欄に名前書いてくれてて嬉しかった。練乳、練乳大好き。久しぶり、ありがとう。くまちゃんありがとう。ありがくま、ありがとう。嬉しい、いっぱい会えて嬉しかった。うん、え、何回も来てくれるって思って、何回も嬉しいをね、何回も嬉しいを感じられて幸せ空間でした。本当に可愛くて可愛くて大好き、ありがとうね。モバメ撮ってみようかな。ぜひ、モバメはすごい大切にしているのでお願いします。お姉様に綺麗ですねって3回ぐらい言いました。知ってますよ、メール返信で見ました。本当にダメだよ。前みたいなのが自己紹介していいのか迷う。え、本当に嬉しいよ、自己紹介してくれるの。なんかやっぱりその覚えたいから早く、本当に嬉しいです。あ、先にメールを書くとかそうします。ありがとう。日曜日はグループトークありがとう、ありがとうね。サク世界一大好きよ、大好きよ。今日もかわちかわちでした、ありがとう。愛してるで、愛してるで。4000人、え、ありがとう。4000人の前、ありがとう。ありがとうね。アイスありがとう。さっき今日も可愛い、ありがとう。サクラブの友人から君はすでにサクラブだと言われたんですが、そうなんですか。そうですよ。もうサクラブだってサクは思ってましたけど、違うんですか。サクラブだよね。メンバーみたいな自己紹介はエゴさんにやったことある。え、サクにもやってよ。え、次やってね、見たいよ。今日時差少なくてすごちすごち。え、そう、今日はあの最初のこんばんはをみんなに一人一人に言えなかったんですよ。急がなきゃって思って、ごめんね。モバメの返信か。お願いします。もうさくはさくらぶがのなんだ、さくらぶの言葉をとかをまず、本当はさくらぶに会いたいけど、やっぱり会える機会っていうのも少ないから、メール返信をお願いします。あ、ちょっとママが怒ってるからそろそろね。サクしか勝たん、サクしか見えませんでした。嬉しい、本当にサクしか見えません、本当に。可愛すぎてつられるとこだった、つられてください。楽しい楽しい、かわちかわち、楽しい楽しいだよ、サクも。はい、サクちゃんのサインが次取るね、ありがとう。嬉しい中です。それではランキングいきます。ママは怒ってませんって言われた。いきます。
13位はクロワッサンの方、ありがとうございます。いつもありがとう、大好き。12位は、うん、なんだこれは、うん、こういう方、ありがとうございます。ありがとう、いつもいっぱいメール返信くれて、さくらとっても嬉しいです。もうさくら部だよねありがとう。11位はアライグマの方、ありがとうございます。いっぱい会えて嬉しかったよ、本当にありがとう。いっぱいね、これからね、全部来てくれるみたいで、そこはとっても嬉しいです。いっぱい会っていっぱい仲良くなろうねありがとう、大好きだよ。10位はカステラの方、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい中ですね。いっぱいね、今回もたくさん話せてね、ママとのね、ママにゴムつけてるの怒られてるよっていうのもね、教えてくれて感謝感謝です。ありがとうね、いつも大好きだよ、ありがとう。9位は馬の方、ありがとうございます。ありがとう、配信でいつも見てくれてコメントもしてくれてすごく嬉しいです。ありがとうね、大好きだよ。8位は山村さくらちゃんの方、ありがとうございます。ありがとう、劇場公演デビューおめでとうありがとうね、いっぱいさくのこと見てくれてて嬉しかったです。ありがとう、大好きだよ。7位はミラ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 の方、ありがとうございます。ありがとう、サク単品推しで、ありがとうね、いつもいつもね。グループトークではちょっと難しかったかなっていう感じだけど、またあの個別で会える時にいっぱい話そうね。ありがとう、大好きだよ。6位はメロンパンの方、ありがとうございます。ありがとう、やっと会えて嬉しかったです。ありがとうございます、お手紙もありがとう。もうサクのことが大好きなんだなっていうのが伝わってすごく嬉しかったです。ありがとう、サクだけだよね、大好きだよ。5位はペンライトの方、ありがとうございます。ありがとう、いつもショールームたくさん見に来てくれて本当に嬉しいです。ありがとうね、サクのことずっとずっと大好きでいてね、大好きだよ、ありがとう。4位はパンダの方、ありがとうございます。ありがとう、この3日間でたくさんおしゃべりしたり、通所取れたり、公園でも会えたりって、たくさんね会えて本当に嬉しかったです。もう仲良くなれてね、嬉しかったよ。ありがとう、大好きだよ、ありがとう。3位はハニワの方、ありがとうございます。ありがとう、サクのことをね本当に大好きで大好きで大好きなんだなっていうのがいっぱい伝わってきてすごく嬉しかったです。姫はずっと待っているので、これからもたくさん会いに来てね。ありがとう、大好きだよ。そして2位はゴリラの方、ありがとうございます。ありがとうね、ね、久しぶりに会えて本当に嬉しかった、話せてね、ありがとう。お手紙も届きました、ありがとうね。嬉しいことたくさん書いてくれて、トーク会でもたくさん話せて本当に嬉しかったです。ぜひね、あの中野サンプラザでは撮影の席を当てて柵だけを撮ってくれたら嬉しいです。よろしくね、ありがとう、大好きだよ。そして1位は山村さくらちゃんの方、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい中です。公園にも来てくれて
トーク会にも来てくれてありがとうございました。本当にね、話せて嬉しかったし、あのクロミちゃんのやつもあのねケースでチェキのやつ 見れて本当に嬉しかったし、それをあのやってくれてるんだなっていうのが本当にね、かわいいありがとうね、いっぱい会えて嬉しかったよ、大好きだよ、ありがとう、わーありがとう、みんな今日もかわちかわちでした、ありがとう、ネズミありがとう、ネズミありがとう、メール待機してるね、ありがとう、めっちゃ頑張って書くねこんばんは、こんばんは、ありがとう、なんだたくママ、えへへママさんのトーク券取るから許してくださいママさんは取らなくていいよ、いやいや、あ、ありがとう、会えて嬉しかった、本当に嬉しかった、びっくり、会えるなんて嬉しかったです、本当に大好きだよ、ありがとうね、はじめまして、ありがとう、今日もありがとう、お手紙下書き中、早く書きます、ありがとうまた来るね、次でもお豆取るか決めよう、決めようありがとう、ね、壇上ありがとうございます、壇上以外の方もありがとうございます、かわちかわち配信ありがとう、ありがとう、すべてがサックラブ、あ、スクショ、はい、チーズ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 、オッケー、お疲れ様、可愛かった、ありがとう、今日もありがとう、ありがとう、こちらこそ、好き、伝わった配信ありがとう、お疲れ様でした、ありがとう、あんまエゴサするなよ、おやすみ、ありがとう、エゴサはします、おやすみ、配信ありがとう、ありがとう、サクラブになったよ、ありがとうね、お疲れ様、楽しい楽しいでした、サクもごさして、おやすみ、おやすみ、大好きだよ、ありがとう、バイバーイ、おやすみ、おやすみ、またね、バイバーイ。